ジゼル・ブンチェンはブラジル出身の女性ファッションモデル。アメリカ合衆国を中心に活動。アメリカ合衆国では最も有名で世界で最も高級鳥なスーパーモデルとして知られている。14歳でモデル業を指導して以降無数のビルボードやテレビに出演。現在20を超える諸国のブランド広告に登場している。2009年に NFL 選手のトム・ブレーディと極秘挙式した。1980年7月20日、リオグランデドスル州オリゾンティアのトレスでマイオという、ドイツ系ブラジル人の町に出生両親、バウディールとバニアは両者ともドイツ系ブラジル人であり、ラクエル、グラジエラ、ガブリエラ、ラファエラ、パトリシアの5人の姉妹がいる。もともとは、プロのバレーボール選手になるのが夢で、 ブラジルの名門チームに入団することも考えたという。非常に痩せていたために、幼年期のあだ名は、オリビア・パリ島と、サラクーラ。この時、世界で最も美しい女性と書かれた。彼女は、本格的な米国デビュー後、数多くの有名ブランドの広告塔となった。ブランドには、クリスチャン・ディオール、バレンシアが、ドルチェ・ガッパーナ、ミッソニ、ベルサーチ、 ルイ・フェルディナン・セリーヌ、ジバンシー、ブルガリ、ランワン、ゲラン、バレンチノ、ラルフ・ローレン、アール・ジーン、ザラ、クロエ、マイケル・コース、ルイ・ヴィトン、ビクトリアズ・シークレットなど。また彼女は、ブラジルの作用手携帯電話会社ビボ、マイクロソフト系列マルチプレーン、カード会社、コールックスクレイディカードなどの広告も飾っている。2006年には、 アップルのテレビ広告キャンペーン、ゲット、AMAC のベターリザルツで起用された。自身専用のサンダルと靴の生産をグレンドンに依頼しており、同社の商品は2001年時点で1億足以上が売れた。また南ブラジルにパラディウムエグゼクティブというホテルを所有している。ピーター・リンドバーグをはじめマリオテスティーの、スティーブン・マイゼル、ニック・ナイト、マート・マーカス、ランキン。 アニー・リー・ボビッツ、カール・ラガーフェルド、ピーター・リンドバーグ、マリオ・ソレンティ、パトリック・デ・マルシェリエなど多くの世界的ファッションカメラマンと仕事をこなしており、ボーグ氏、ハーパース・バザー氏、W 氏、L 氏、アリュール氏をはじめとした世界的ファッション雑誌のカバーを飾っている。G q 氏、ID 氏、ザ・フェイス氏、アレーナ氏、シチズン・ケイ氏、フレア氏、エスクアイア氏、 マリエ・クレール氏などのマルチメディア雑誌は、彼女のファッションだけでなく、ライフスタイルもフィーチャーしている。タイム氏、ニューズウィーク氏、ホーブス氏、バニティフェア氏、ベイザ氏などの情報誌にも登場することがある。2015年4月、サンパウロファッションウィークをもって、ランウェイを引退することが報じられる。彼女は、映画デビューの際、とても興味があると述べた後、 私は若いし今できることを精一杯したい。人生はこの瞬間を大事にしなきゃと語った。2004年クイーン・ラティファ、ジミー・ファロンと共にティム・ストーリー監督のタクシー・ ny に出演。2006年にはメリル・ストリープ主演、デビッド・フランクル監督のプラが起きた悪魔に出演。また同年にはゲット・ A マックの CM に再び出演し、その中で 軽い演技を披露した。仕事がない時は家族や友人、またはペットのヨークシャテリア日だと過ごすことが多い。彼女のアメリカでの最初のボーイフレンドはモデルのスコット・バーンヒルだったが、6ヶ月で破局している。その後、アメリカのホテルをビクラム・チャットウェール、俳優女子ハートネットなどとの噂が立ったが真実か、どうか彼女は一切言及しなかった。 レオナルド・ディカプリオとの交際も有名である。彼らは2000年、ロサンゼルスで開かれたファッションパーティーを通じて知り合った。その次の日、ディカプリオは彼女に花を贈り食事に誘ったが彼女はそれを拒否している。1ヶ月後、ディカプリオはデートの約束を取り付けたが、2005年のアカデミー賞、受賞式まで公の場に二人で姿を現したことはなかった。2005年11月、 破局した。ジゼルはリカプリオとの破局後間もなく、アメリカ人サーファー、ケリー・スレーダーと交際。2006年7月に破局。一時期はクリス・エヴァンスと噂もあったが、NFL のスーパースター、トム・ブレーディと2006年のクリスマス前から交際。2008年12月に婚約を発表。2009年2月26日にロサンゼルス・サンタモニカの教会にて、極秘挙式。 6月、第一子を妊娠し2010年初頭に出産する予定であると、米氏、ピープルが報じた。2009年12月3日、水中出産により、男児ベンジャミンを出産。2012年12月6日、二人目の子供となる長女を出産した。2007年1月、経済史ホーブス氏がエンターテイメント界で活躍する女性で資産の多い、 女性のトップ20を発表し、総資産84億円で16位にランクインした。2007年7月、ホーブス氏がモデル界の長者番付を発表し、2006年6月から2007年6月までの1年間で3300万ドルを稼ぎ、1位にランクインしている。2008年には、自身のギャラの支払いに関して、世界で急激に下落しているドルでは、不満なのでその代わりに、 他の通貨で支払うことを要求。ジゼルの双子の姉妹であり、マネージャーでもあるパットリシアも、今、始まる契約はユーロで結ばれる方がより魅力的ね。だって、この作、実際に2007年8月に契約を結んだ、ヘアケアブランド、パンテーンでは、ギャラの支払いにユーロを希望し、新しく発売されたドルチェガッバーナの香水の、PR でもギャラの支払いにユーロを希望していた。 2008年、ホーブス氏の発表ではその年収は3500万ドル。総資産が1億8000万ドルに上り、最もリッチなモデルとして、ギネスブックにも登録されている。2007年も2008年も、ハイジクルム、ケイトモス、アドリアナ・リマを抑えての1位であった。2011年5月、ホーブス氏が毎年恒例のスーパーモデル所得番付を発表し、 推定年収4500万ドルで1位になり、7年連続で1位を獲得したことが明らかとなった。2011年8月、ホーブス氏が世界で最もリッチなセレブのカップルのランキングを発表し、ジゼル・ブンチェンとトム・ブレーディの2010年の世帯年収が7500万ドルで1位にランクインした。2012年発表のホーブス氏による世界モデル長者ランキングでは、 同じく常連のケイト・モスやナタリア・ボディアノバ、アドリア・ナリマ、ミランダ・カーなどを抑えて4500万ドルの見積もり収入でまたも1位へ。これにて8年連続の1位獲得となった。モデルとして世界でも例のない成功を収めたジゼルだが彼女は論争なくして成功はしなかった。ハイディクルムなどのモデルを含め彼女はもともと所属していたエリートを去り、 イムグに移籍したことで、エリートモデルエージェンシーの会長ジョンカサブランカスは、彼女を麻薬中毒者で、仕事のためなら誰とでも寝ると批判しており、彼女に対し1500万ドルの訴訟を起こしている。2002年、ビクトリアズ・シークレットのファッションショーの収録中、突然、彼女はファーデザイン会社のブラックグラマと契約を結んでいたことから、動物愛護団体の抗議の的となった。 ジゼルがステージに立っている時、4人の女性がステージに上がり、ジゼルが広告になっている、ジゼル、ファースカムと書かれたポスターを大々的に表示。警備員が彼らを捕獲するまで彼女は必死に無視しようと努めていた。その後、ーのプロデューサーは抗議団体が去ってから、ジゼルの部分だけ後に収録し直すことになった。2007年、世界の主要通貨に対し、 米ドルの下落が進んだことから、ジゼルは新規契約メーカーに対して、ギャラはドル建てではなくユーロ建てにしてほしいと要求した、と英米のメディアが伝えた。ジゼルの広報はこれを否定したものの、大きな波紋を呼び、アメリカの地位低下を象徴する出来事の一つとして、世界中で大々的に報道された。日本でもニュース番組や日本経済新聞一面コラムで取り上げられた。 2009年、夫の元交際相手だった元モデルで女優のブリジット・モイナハンがブレーディと交際中に妊娠し、破局後の2007年にシングルマザーとして出産した男児について、私のことを呼んだ上、あの子は私のものと発言したことで批判を受けた。2011年、自らが手掛けるオリジナル化粧品ブランドの発表記者会見で、日焼け止めは毒でしかない。だから私は、 日焼け止めの使用を一切拒否していると発言、専門家やファンから批判を受けた。皮膚科医らの抗議を受けて、ジゼル側は、彼女は日焼け止めを使ってはいけないと言ったのではない。ジゼルが日焼け止めを使う際は成分に特別に気をつけて、選んでいると言いたかったと釈明した。2012年、第46回スーパーボウルの試合終了後、会場内を移動するためのエレベーターを待つ間に、 パスされたボールを取るのが仕事なんだから投げられたら取るのよ。夫が自分の投げたボールを自分で取るなんてそんなこと同時にできるわけないでしょ。あんな何度もボールを受け取り損ねるなんて信じられないと、語気を荒らげながら特定の選手に対する不満を口にするジゼルの様子がカメラに撮られた。ジゼル文ン,ンとは、 現代外国人名録2012年ことバんく www.giselebuntchen.combr ジゼルブーンちゃん2009年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年8月3日閲覧7月20日はスーパーモデルのジゼルブンチェンの誕生日です2013年7月20日ファッションヘッドライン ハット ABTMZ ブレディージゼルエンゲージド。2009年1月13日閲覧。ゲット AMAC ゲット AMAC ベターリザルツ。2008年8月3日閲覧。ライビダーニュース。華麗なる水のドレスを身にまとったスーパーモデル。2008年8月3日閲覧。スーパーモデルのジゼルブンチェンランウェイを引退。シネマトゲー。 2015年3月23日閲覧。タクシー NY の上映スケジュール、映画情報、映画の時間、ジゼル・ブンチェン、第一子を妊娠ベーシモードプレス、ハットスーパーモデルのジゼル・ブンチェン、水中出産だったことを語る、シネマトゥデイ2010年2月1日、キュービー・ブレイディとブンチェン夫妻に、女児誕生。NFL ジャパン、2012年12月17日、閲覧。 シネスマートハリウッドゴシップ。2008年8月3日閲覧。世界で最も稼いだモデルは誰 ?2009 年6月3日防具及び世界一稼いだスーパーモデルは誰 ?2010 年5月19日防具。モデル長者番付1位は7年連続でジゼルブンチェンに。推定年収は約36億円。シネマトゥデー。 2011年6月10日閲覧。h t t p j p ロイター c o m アーティクルエンターテインモントネズイジプジャパン -20 兆9942億2 1 1万5 9 h t t p w w w c i n e m a t a y j p スラッシュページスラッシュ n 零零三四八0三 この一年で最も稼いだ超セレブモデルは、長ン番付発表2012年6月20日、モデルプレス、シネマトゥデイ、ジゼルに、ショッキングな噂が、そして、レオは ?2008 年8月3日閲覧。世界日報。ブラジル人、スーパーモデル、ドル払いでも OK、2008年8月3日閲覧。ジゼルブーンチャンコールズブリジットモイナハン、s ん マイ・チャイルド。2012年2月7日閲覧。ジゼル・ブーンちゃん、セズ・サンスクリーン・イズ・ポワゾン・リフューゼス。ツーウェア・サンスクリーン。2012年2月7日閲覧。ブレーディ夫人、敗戦に思わず、レシーバーの、聖。NFL ジャパン。2016年8月3日閲覧。痛すぎるセレブたち。NFL スーパーボールで逆転負けの q b オットを、擁護する。 スーパーモデルズマ、レシーバーがダメだから負けた。テックインサイト2016年8月3日閲覧。ありがとうございます。